ローラ B11-40 はローラカーズによって製造されたオープントップのルマンプロトタイプマシン。これはフランス西部自動車クラブの新規定の LMP2 マシンで低コスト規格で設計された最初の車であり、エンジンの上限が生産者エンジンのみで75000ユーロ、エンジンなしのシャーシで325000ユーロ、車体全部で40万ユーロのコストキャブがある。 利用可能な搭載エンジンは7種類あり、BMW、フォード、HPD、ジャガー、ジャッド、日産、トヨタが含まれる。2010年7月21日に発表された B11-40 は、カーボンファイバー製モノコックオープントップマシンで、オールカーボン製のボディキット、新規性の安全要件である。 エンジンカバーの安定化のフィンを含むクイックリリースの取り外し可能なリアボディワークを備えている。2011年のアメリカンルマンシリーズにレベル5モータースポーツが参戦、LMP2 クラスで2度のクラス優勝をした。2011年のルマンシリーズではペコムレーシングが参戦、LMP2 クラス開幕戦で2位を記録した。2011年のルマン24時間ではリタイアとなった。 The 2011 LE Men's 24 Hours Regulations LEMANS.org 2010年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年7月21日閲覧ローラ2011年規則対応の LMP にカービー1140を発表オートスポーツウェブ2010年7月21日閲覧 ローラグループニュースローラローンチズ B11 40LMP2 LOLACARS.com 2010年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年7月21日閲覧ありがとうございます